9月7日、ユトランド軍がセバスト侵攻作戦に向けベレギエフへと立ちました。この時コバロティスの鼻先を通過したユトランド軍の背後を突くため出撃したのはマクシムだったのですね。どの記録にも残されていない事実です。しかし彼を語る上ではとても貴重な事実だと思います。作戦を説明する。説明はいい。おとなしくこもってりゃいいものを。セバスト攻略の景気づけにはちょうどいいくらいですよ。あの帝国兵たちも運がない。最強になってしまったこの僕と戦わなければいけないなんてね。数はそんなに多くないですね。ってちょっと感覚が麻痺してきちゃったかな僕。ついでにコバロティスを取り返しちゃおう。いいわねそれ。腕が鳴るわ。ちょっとあなたたち、作戦上はあくまでも迎撃。深追いは禁物よ。深追いは深追いなんて。総員迎撃準備。作戦を開始する。勝利を我らに。覚悟はいいか。行くぞ。めんなさい。敵を発見しました。応戦開始。敵の増援だ。はい次。Yeah!
決まる。よし。なんとかなりますって。さら、何でもできるんだよ。Thank you.
ユトランドのために。ごめんなさい。流れを変えるぞ。力を示せ。